皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回のシリーズは三井住友カードを利用して鉄道で九州エリアを徘徊します。今回のタイトルは桜指定席4列シートで新大阪から博多。新幹線桜のゆったりと座れる指定席4列シートに乗り、新大阪から博多まで移動します。ハローオールオーバーザウォールド。 Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler Channel. In this series, I'm going to wander around the Kyushu area by train using the SMBC credit card. The title of this video is Move from Shin Osaka to Hakata by Sakura 4 Row Seat. This time, I'm going to move from Shin Osaka to Hakata by Shinkansen Sakura 4 Row Seat. Let's enjoy the video. Thank you.はい、ということで現在ですね、新大阪駅に到着をしております。新大阪駅から今回はですね、まあこれ今時間的にはお昼の時間帯になるんですが、お昼出発しまして、まあ新幹線桜号ですね、桜555号に乗りまして、新大阪から博多まで移動していきたいと思います。はい、それでですね、新大阪から博多まで移動される方っていうのは大体ですね、一番早く到着できるのぞみ号を利用される方が多いと思うんですが、私はですね、ちょっと今回のぞみ号は、乗りませんでした。っていうのはですね、一度この桜号の指定席、まあ、自由席はですね、あののぞみ号と同じ、5列シートになってるんですが、この桜号は、指定席を取るとですね、このように4列シートゆったりとした4列シートに座ってですね、博多まで移動することができるということで、まあ今回初めてちょっと一回使ってみようと前々から思っていたんですが、この桜号の指定席を使って博多まで行くこととしました。はい、それでは Google マップで今回の経路を確認します。現在新大阪駅にいます。こちらの新大阪駅から博多駅まで桜555号に乗ります。所要時間はですね、159分ということで2時間39分です。のぞみがだいたい148分ですから、2時間28分ということで、のぞみより約10分ぐらい時間かかる程度といった感じです。はい、桜号の、まあ、座席に、座っていました。4列シート、やっぱりですね、のぞみの5列シートと比べるとかなりゆったりしているといった感じになっております。のぞみの5列シートの座席と比べるとですね、かなり背もたれもしっかりしておりまして、結構厚みがありますよね。もう安定感が、まあ、たまりません。まあ、しっかり、作ってあるといった感じがします。まあ、グリーン車と比べるとさすがにグリーン車ほどではないかもしれないんですが、結構ですね、この座席私気に入っております。まあ、今回ちょっと初めてこの桜の指定席乗ってみてよかったなっていう感じです。で、JR 西日本エリア、新大阪から西のエリアから JR 九州のエリアもそうなんですが、こののぞみ、それから光こだまとあるんですが、それ以外に新幹線がですね、みずほとさくらっていう新幹線が走っていて、このみずほとさくらの、まあ、指定席に乗るとですね、このような4列シートに、座ることができるといったサービスになっているようです。桜555号は新大阪駅を出発しました。新大阪駅を出発しますと、進行方向を向かって左側、こちらを見ますと、まあ、梅田方面のですね、超高層ビル街を見ることができます。私結構ですね、この新大阪から見る、大阪の高層ビル街、梅田の高層ビル街の景色結構好きですね。結構、世界的に見てもですね、こんなにビルが密集しているエリアっていうのは、まあ、東京もあるんですけど、この大阪のエリア、まあ、あまりないんじゃないかというふうに思われますので、結構ここから見るですね、梅田の高層ビル街の景色、私結構気に入っています。まあ、皆さんご存知のように大阪、それから神戸、要は阪神のエリアですね、神戸、大阪、このエリアっていうのは世界的に見ても有数の人口、密集地帯といったことになっています。はい、それではちょっとこの座席確認してみましょう。このように桜号の指定席の4列シートの座席、これ飲み物を置くコースターがあります。はい、そして椅子の肘掛けアームレストっていうんでしょうかね、これは木製になっています。
はい、それで背面テーブルですね、椅子の後ろについている背面のテーブル、こちらを開けてみると、これも木製になっていますね。ちょっと木製っていうとちょっと豪華かなっていった感じですよね。普通ののぞみの、普通席ですとプラスチックかなんかになっている感じですよね。まあということで、であとはですね、こちら、これはのぞみの5列シートでもあると思うんですが、これ通路側じゃなくて窓側にはですね、このようにコンセントがついておりまして、こちらからですね、スマホの充電などをすることができるといったことで、電源がついているといった感じになっています。はい、ということでこんな感じですね、4列の非常にゆったりとしたシート、シートがゆったりしているだけではなくてですね、ちょっと作りも豪華になっていると、肘掛けやそれから前の背面テーブルですね、こういったテーブルも木製でできていて、ちょっと豪華な作りになっているということで、ゆったりと、旅を楽しめる、仕様になっているといった感じです。はい、こんな感じになっているんですが、皆さんいかがでしょうか。私はこの座席結構気に入ってますね。まあ、旅行するのにゆったりと、して旅行ができるといった感じになって、まあ、作りも豪華で非常にいいんではないかというふうに思います。まあ、それとのぞみと同じ指定席の料金を払っているんですが、まあ、その同じ料金でもちょっと10分、余分に時間かかるだけで、ここまでですね、まあ、座席の作りが良くなって、でゆったりと旅行ができるっていうことで、まあ、非常にちょっと、気に入っているといった感じになります。まあ、まるでですね、やっぱり4列の座席のシートとそれから5列の座席のシートっていうと、これ比較するとですね、やっぱり飛行機で例えるとフルサービスキャリアの飛行機に乗ってるのと、それから LCC の座席に乗ってると、それぐらいの違いはあると思います。5列シートがなんか LCC の座席に見えてしまうぐらいの、まあ違いがあるといった感じですね。桜555号は姫路駅に到着をしているところです。姫路駅止まるんですね。確かのぞみは姫路駅で止まらなかったんじゃないかなっていう感じがするんですが、姫路駅に到着をしているところです。はい、桜555号は姫路駅を出発しております。次はですね、岡山駅となりますね。確かですね、のぞみ号は新神戸に止まって、でその次が、まあ、姫路駅に止まらずですね、確か岡山、次は岡山駅だったんではないかっていうふうに思います。次岡山駅となります。はい、ということで、まあ桜号、っていうことなんですけど、桜号、私はですね、桜号っていうと、これ新幹線が今桜号っていう名前がついているんですが、これ運行がですね、大体新大阪から、まあ、鹿児島まで行く新幹線が桜号と名前がついているんですが、私からするとですね、ちょっと昔にですね、ブルートレインっていうのが国鉄時代を中心に走っていたんですが、ブルートレインで桜号っていうブルートレインがあったんですね。昔国鉄とか JR になって最初の頃ですね、夜行列車の特急列車がたくさん走っておりまして、その編成で、まあ、客車列車がですね、全部青色で色が塗装されていたんで、その夜行列車のことをみんなブルートレインと言っていたんですね。その中でですね、東京から九州方面、これ長崎と佐世保に行く、まあ、夜行列車が走っておりまして、この夜行の特急列車の名前が桜号といった名前だったんですね。まあ、そういった感じでですね、昔から、国鉄時代からですね、この特急列車の愛称としてこの桜っていうのは使われていたわけなんですね。その、まあ、昔非常に有名だった桜、ブルートレインの桜の愛称をですね、もう一度、新幹線として復帰させて、この新大阪から、鹿児島まで行く新幹線にこの愛称をつけたといったのがこの桜号といった形になります。それでこの桜号の他にも、昔ブルートレインの愛称として使っていた特急列車の名前として使っていたもので、今残っているものとして、はやぶさっていうのがありますね。はやぶさっていうのは東京から、博多まで行く夜行列車のブルートレインの特急の名前でした。それからもう一つありますよね、みずほはですね、昔ブルートレインの時代は、東京から熊本と長崎を結ぶ寝台特急ということでした。ということで、このように昔から使われているブルートレインの愛称を新幹線の愛称として復活させたといった感じになっているようですね。
はい、桜号は岡山駅を出発していくところです。岡山駅、四国に行った時にこの岡山の駅で降りてですね、四国方面特急列車に乗って行ったっていう覚えがあるんですが、この岡山というと四国へ行く、乗り継ぎのターミナル駅であり、それでかつですね、山陰地方ですね、山陰の、米子、松江、出雲市といった、ところ、こういったところへ行く、乗り継ぎの駅といった感じになっておりますね。はい、ということで岡山市っていうのはですね、人口は70万人ちょっとの、人口なんですが、それでもですね、この中国四国地方の要となる、鉄道で行くとですね、必ず、四国に行くときには乗り換えなければいけない、それから山陰地方、出雲、松江、それから米子、こういった町に行くには必ずですね、この岡山駅で乗り換えていく駅ということで、中国四国地方の要となる駅、要となる町といった感じです。はい、列車はですね、福山駅に到着をするところです。福山駅はですね、これのぞみで行くとですね、通過するのぞみも多いんですが、だいたい1時間に1本の割合でのぞみが停車する駅といった感じになっています。だいたい人口の規模でいうと福山市はですね、46万人ぐらいといったことで、だいたい他の都市でいうとですね、46万人といいますと、だいたい金沢市、北陸にある金沢市ですね。それで金沢といえば石川県ですね。今年石川県の能登半島の地震、能登半島沖地震っていうんでしょうかね、こちらで、大きな地震がありまして、被災された皆様、本当に心よりお見舞いを申し上げます。それでですね、私も名古屋から、現在住んでいる名古屋から能登のあたり、結構近いので石川県ですね、震災、なんかお手伝いできることがあれば行こうかというふうに思っていたんですが、やっぱりですね、ちょっと素人がですね、震災の地に入るとちょっと邪魔になるっていう感じもあるので、ちょっとまた、時間を置いてからですね、北陸地方、石川県、この辺りを中心にちょっと観光をしてですね、地域の復興に貢献していきたいと思います。お手伝いできることがあればですね、ちょっとお手伝いしてみたいなと思っております。また、ちょっと募金とかはですね、ちょっと募金を、してみたいというふうに考えております。はい、ということで新幹線桜555号はですね、福山駅を出発しまして次の駅に到着をするところです。次の駅はそうです、広島駅です。この山陽エリアで最大の巨大都市といった感じになります。広島ですね、広島駅に間もなく到着をするところです。ちょっと今はですね、もう通り過ぎたんですけど、新幹線の窓から車窓からですね、スタジアムが見えましたね。あれが広島球場になるんでしょうかね。ちょっと前なんかカープ女子とかっていうのが結構流行っておりまして、名古屋の付近にもですね、そのカープ女子が、名古屋の街に、やってきましてですね、結構賑やかにやっていたっていうのを覚えているんですが、その、広島カープ、野球の広島カープの、本拠地、これが広島といった感じになります。先ほどのスタジアム、広島スタジアムになるんでしょうかね。はい、ということで人口120万人、中国地方、それからですね、海を渡って四国地方、このエリアの中心の都市、最大の都市ですね、広島市に到着をしております。人口120万人です。で、最近政令指定都市っていうと100万人以下の、人口の町も政令指定都市っていうのはあるんですが、昔はですね、100万人以上の、都市が政令指定都市となっておりまして、広島は歴史とした、昔から歴史とした、その政令指定都市だったということですね。人口120万人ということです。はい、しばらく広島市内のこの大都市広島の、街をですね、この新幹線の高架橋から楽しむことができます。このように駅前、このエリアはマンションが中心になるかな、ちょっと、高層になったマンションがたくさん見えるといったエリアとなっております。非常に大きな街ですよね。
はい、新幹線桜号はですね、この広島市内の中心街に近いエリアなんでしょうかね。このエリア、川を渡りますと、どんどんスピードを上げていきます。スピードがどんどん加速しているといった状況です。非常に大きな街ですよね。新幹線がこれだけスピードを出して、全速力で走っていってもまだまだビル街が続いているといった感じです。はい、広島駅を出発しますと、桜555号は全速力で、西へ向けて進んでいきます。このエリア非常にスピードが出ますね。ちょっとこの桜号の車内の様子を確認してみたいと思います。まずこのようにですね、トイレの近くにこの大きな洗面台があります。でこちらトイレあるんですが、これ多目的トイレになっておりまして、自動ドアになっておりまして、ちょっと開けてみるとこんな感じのめちゃくちゃこれ広いトイレとなっております。これおそらく、子供連れの人が来てですね、子供をこちらでおむつを付け替えたりできるっていうような感じになってるんでしょうかね。多目的のトイレといった感じになっております。でこちらに来ると普通の、普通のトイレがありまして、こちら男性用のトイレ、そして、こちらが、男女共用の、トイレといった形になっています。結構普通のトイレで、新幹線というか、飛行機のトイレと比べると結構広いですよね、スペースは。でこちらのデッキに行きますと、こんな感じで木目調になっているんですが、新幹線列車公衆電話サービス終了、公衆電話最近もうみんな使わなくなりましたよね。みんな携帯電話持っているので公衆電話のサービスは終了しているといった形になっているようです。桜555号はですね、西へ向けて全速力で進んでいくところです。まもなく次の停車駅、これはですね、徳山駅といった駅に到着をするところです。で徳山駅っていうのはこれ、山口県の周南市っていう名前の、市になるんですが、こちら人口は、それほど多くはありません。15万人弱といった感じになります。人口15万人弱、だけどこの駅ですね、なんとのぞみも、1日に9本止まるといった駅となっております。その理由はおそらくですね、これ駅の近く、このようにですね、海岸線沿いにですね、非常に広大な、この石油コンビナートの工場群があるといった感じになっております。ということで、この徳山駅、人口自体はそれほど多くはないんですが、この工場で働く人たちが、利用するといった、そういった需要がたくさんあるのだと思われます。そういった関係でのぞみ号も1日9本停車するといった駅となっているのだと思われます。でこの、周南市の、この石油コンビナートの、夜ですね、夜、これは私はこの駅で降りて、この石油コンビナートに夜行ったことはないんですが、たまにですね、新幹線のぞみ号に乗ってですね、この車窓からこのエリアを、夜景を見ることがあるんですが、のぞみで通るとですね、このエリア夜になってもなんかすごいライトがたくさんついて、あ、なんだここのエリアすごいなっていう感じで、のぞみに乗っていても思うんですが、そういった感じですね、この石油コンビナートの工場、夜になってもですね、ライトがついていて高光と明るいエリアとなっておりまして、この夜景、工場の夜景もですね、結構な、名物になっているといった感じになっているようですね。はい、桜555号は徳山駅を出発しているところです。このように駅のすぐ近くにですね、海が見えます。瀬戸内海ですね。で、このようにですね、ちょっと出発するとまたこれすごいですよね。もう本当に大きな石油コンビナートの工場群が見えるといった感じになっております。船も、普段、お客さんが乗るような船ではなくて、いかにもですね、この石油コンビナートで、石油を運んでいるといった感じの船が止まっているといった感じになります。あ、ここすごいですね。本当に煙突がなんか絵になりますよね。絵になる、石油コンビナートの風景といった感じになっております。はい、ということで徳山駅、このような石油コンビナートの風景、普段日常とは違ったこの工場の風景を楽しみながら、新幹線の旅は続いていくといった感じになります。はい、ということで、この徳山駅、これがですね、本州最後の駅となります。次はもう九州に入りまして小倉駅となります。次は小倉駅です。
まあこんな感じで初めて桜555号桜号の指定席4列シートに座って旅を楽しんでいるんですが、やっぱりいいですよね。まあゆったりできます。ゆったりと座れて、結構作りも豪華ですので、まあ優雅に旅をしているといった気分になれます。非常におすすめです。桜号の4列シート指定席です。はい、桜555号は次の停車駅、小倉駅に到着をするところです。車窓から見える小倉じゃないね、これ北九州市ですね。北九州市の街並みです。非常に大きな街となっております。まあただこの北九州市、まあ以前はですね、人口が100万人以上の、まあ、政令指定都市となっていたんですが、最近は人口、まあ100万人を下回りまして、どちらかというと福岡市がどんどん増えていっているのに対して、この北九州市の人口はちょっとずつ減少していっているといった感じになっているようです。まあということで、このようにですね、非常に大きな大都市となっているんですが、実は私まだこの小倉といいますか、この北九州市の市街地、まあ中心街、まだ一度も行ったことがないんですね。まあ以前からぜひ一度は行ってみたいなっていうふうに思っていたんですが、ちょっとなかなか行く機会がありません。で、今回のこの九州旅行ですが、今回の九州旅行もですね、ちょっとこの北九州市の街中に行くことはできませんでした。またこれ機会があったらですね、ぜひとも一回、この北九州の、まあ中心街、こちらを、まあ散策をしてみたいというふうに思っております。はい、ということでちょっと腕時計をちらっと見てみたんですが、まあ3時前ということで2時40分過ぎぐらいといった感じになっております。で、本当はですね、前回の動画でもちょっとお話をしたんですが、今回は九州に行くのにですね、この新幹線を使って九州に入るっていうことではなくてですね、実は京都から山陰本線を通って特急列車を乗り継いで、それで博多まで行くといった、まあ予定を立てていたんですね。で、その経路で行くとですね、新幹線ほどこのスピードは速くありませんので、実は博多に到着するのがですね、まあ、夜の8時ぐらいになったというなるという、そういった計画で、まあ、最初作っていたんですが、今回残念なことに計画運休ということで、山陰地方大雪ということで、特急列車が運休となってしまいました。それでこの今桜号に乗って、まあこの九州のエリアまで来ているんですが、ということで計画に比べて、当初の計画と比べてかなり早い時間帯に、福岡に到着することになるといった感じになります。はい、それで今回このシリーズのタイトルで、三井住友カードゴールドナンバーレス100万円修行の旅っていうことでシリーズを作っているんですが、これちょっと解説しておきます。私はですね、三井住友カードゴールドナンバーレスっていうカードを作りました。これはですね、最近話題になっております、新NISAの積み立て、クレカ積み立てをやるためにこのカードを作ったんですが、実はこのカード現在キャンペーンをやっております。どういうキャンペーンかと言いますと、これゴールドカードですので、年会費がいくらかかかるわけなんですが、現在三井住友カードでキャンペーンをやっておりまして、実はですね、この新NISAっていう制度が始まって、クレジットカードで積み立てをするっていう制度があるんですが、クレカ積み立てと言います。このクレカ積み立ての顧客を獲得するためにですね、まあ囲い込むためにですね、キャンペーンを実施しております。どういうキャンペーンをやってるかっていうと、このゴールドカードっていうのは、普通上ですね、年会費がかかることになっているんですが、三井住友カードでは、年間にですね、まあこのカード決済の利用額を100万円以上使うとですね、この、年会費を永年無料になる、翌年度からずっと無料にするといったキャンペーンをやっています。で、まあ、私もですね、ゴールドカードたくさんちょっと他にも持っているんですけど、できればですね、無料であればですね、無料で持てるんであればそれは無料の方がいいなっていうふうに思っておりまして、それでこのキャンペーンをちょっとやってみようということにしまして、それでこの、クレジットカードですね、今年は、三井住友カードを使って100万円以上使おうというふうに、まあ、考えていたんですね。それでこの三井住友カード、どうやって100万円使おうかなっていうふうに考えたんですが、やっぱり私旅行によく行くことが多いので、この旅行に行った時、旅行先の、まあ、チケット、まあ、切符を買ったり、航空券を買ったり、あとは、飲食をしたり、こういったところでですね、カードを使って100万円を達成しようというふうに考えまして、今回のシリーズの動画を作っているといったところです。
まあ、ということで今回、今桜555号、今この列車をちょっと見送るところなんですが、この列車に乗ってきました。この列車のチケットも米原駅で、この三井住友カードを使って、切符を買いました。こういった形でですね、三井住友カードをふんだんに使って旅行していこうというふうに考えています。はい、ということで桜555号快適な旅でした。次回からはですね、福岡の市内に入りまして、まあ、クレジットカードを使って、福岡の街を歩いてご紹介をしていきたいと思います。 Thank you for watching the Vega Traveler Channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.